こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、短期間で利益が出やすい仕組みを大公開、転売初心者が値段ミスで利益が出せない原因とはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画はですね、初心者の方の転売のミスですね、利益でない赤字になる、この原因ですね、ぜひね、まあ、紹介させていただきます。はい。こちらですね。まあ、大まかにこの2つになるんですけど、まずですね、利益を大幅に減収を売るってことなんですけど、これはですね、例えばですね、例えばね、メルカリでよく出てるんですけど、クーポンの、まあ、景品売るとかね、そういった商品でも確かに利益出るんですよね、無料で。ただしですね、大きな利益を出すことはですね、難しいんですよね。で、まあ、例えば私はですね、カメラ転売中国製品ですね、あと輸入品を扱ってるんですけど、まあ、カメラ商品はですね、圧倒的に利益やってます。まあ、ここに書いてあるんですけど、1万円ですね。1万円以上です。3万円とか3万5千円とか普通に出ます。はい。で、初心者の方はね、非常に大きい仕入れ、例えば10万以上とかね、20万とかっていう商品がね、入れることは非常に難しいと思うんですよね。はい。なので、まあ、できればね、利益大幅に出る商品っていうのはですね、カメラだけじゃなくて、まあ、中国製品とかもあります。はい。で、まあ、どのように考えていくかって言いますとですね、まあ、中国製品でも、まあ、例えばね、アマゾンから仕入れてね、メルカリで売るっていう方法でも、利益が出せる商品って実際にあります。まあ、お財布とかね、実際にあります。なので、ぜひね、リサーチをしてほしいんですよね。はい。で、日本で仕入れていただければ配送料がかからないので、まあ、ぜひおすすめなので、ぜひやってほしいですね。はい。で、2番なんですけど、まあ、1個270円っていうのはですね、これ私、まあ、メルカリで以前売ったらストラップなんですけど、実際利益270円出るんですよね。で、まあ、こっちはカメラなんですよね。で、どちらがいいかって話になっていくんですけど、これはですね、どちらでもいいです。ただしですね、まあ、カメラはですね、カメラ国内仕入れれば、配送料はね、ただなんですよ。はい。あとはですね、売る仕組みを自分で考えていただくようになりますね。まあ、リサーチで売る仕組みなんですよ。で、この270円っていうのはですね、これストラップだったんですけど、こう弱点があるんですよ。中央にいる盲点ってありまして。で、初心者方ってわからないと思うんですけど、何がダメかというとですね、売れる商品を仕入れるかどうかって話だと思うんですよ。はい。で、売れる商品じゃなければ、売れ残っちゃうんですよ。で、売れたとしても利益30円とかね。で、そういったふうになっちゃいます。なので、ぜひね、その点ね、仕入れ方法と商品開発、これをぜひマスターしてほしいんですよ。そうすることによって利益出すことができます。どちらがいいかって話になってくるんですけど、中国品商品の方がもうサクサク売れます。はい。売れるので、まあ、どちらでもいいんですよね。まあ、できれば両方やってほしいと思うんですけど、どちらでもいいです。やっていただければ問題ないです。ただ、一番大事なのはリサーチ力と売り方ですね、販売ですね。で、ここなんですけど、まあ、先ほども言ったんですけど、どこで売るかっていうのがここなんですよね。メルカリ、ヤフオク、アマゾン、ラクマ、もうどこでもいいんですよね。バイマとかどこでもあるんですけど、どこで売った方が早く売れるかって話になってくるので、まあ、ぜひね、売り方をマスターしていただければ早く開けていきますので、在庫がね、なくなれば、また仕入れればね、利益が発生してぐるぐる回していけば、利益出ますので、ぜひね、まあ、そういった部分をね、マスターしていただければね、問題ないかと思います。ぜひね、試していただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼンします。ニックネームからスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。